まずは科学捜査のスペシャリストで構成された SP メンバー5人とキャップを紹介。天才プロファイラー青山翔。わざとちぐはぎしたのかもしれないし、偶然。アメリカの大学を飛び級で卒業したプロファイリングの天才。類いまれな能力で事件を解決へと導く。整頓された場所を嫌う秩序恐怖症。これこれ。優れた嗅覚、黒崎雄二。化学の専門家、その上警察犬を上回る嗅覚を持っているが、刃物などが苦手な先端恐怖症。人との会話を拒み、無口でありながらかなりの武闘派。超人的な聴覚、結城緑。ゾンビパウダーを入手する物理学者でもあり、声のピッチから嘘を見破れる超人的な聴覚を持つ人間嘘発見機。狭いところが苦手な閉所恐怖症。落ち着く。セクシーな格好と優れた聴覚で難事件に立ち向かう仏の心を持つ僧侶、山吹斎蔵。こちらが日本の風から毒物のスペシャリスト。失礼いたします。漱石を持った本物の僧侶で、事件現場では経を読むことも。おい誰だ、坊主を呼んだのは。 SP メンバーの中ではまともで、周りのフォロー役でもある。法医学のスペシャリスト、赤木左門。ここ取れ。法医学のスペシャリストで、あらゆる科学捜査にも精通。驚異的な分析力で難事件を解決する。税金泥棒集団。人は嘘をつくとき口を。 SP メンバーから絶大な信頼があり、リーダー的存在。キャップ行くぞ。はい。気弱な ST のキャップ、ゆりねともひさ。大丈夫ですよ、僕怒ってませんから。なぜなら僕はキャップですから。ST の管理を任され、周りからはキャップと呼ばれている。大丈夫です。ST メンバーの強烈な個性に圧倒され、チームをうまくまとめるのに苦労しているが、持ち前のまっすぐな性格で ST メンバーと向き合っている。